三時のおやつ。はなかえ。いちごちゃん。おやつ食べます。あげないよ。あなたにはあげないから。おいしい。熱湯チーズ担々麺来ました。キ餃子とコラーゲン餃子です。コラーゲンって緑なんだ。なんでだろうね。美味しいですか？うん、美味しい。何食べるんですか、これは。納豆チーズ担々麺です。うまいっす。グー。いいですね。コラーゲン餃子です。カリカリ。完食しました。汁も全部飲んだよ。温泉ひらり岩盤浴と銭湯温泉入ってきます。ピン。おー、今ちょっとお待ちください。玄関の目の方、風呂上がりのリンゴソーダです。安定の唐揚げ、そしてこれ何、これ辛いのかな。甘辛辛いんだね、めっちゃきっとタルタルの辛いやつ。いや、やっぱ風呂上がりはかき氷でしょう。抹茶。あ、え？ですね、お肉から、うん、後から来るかも。うん、ちょっと辛い。美味しいです。
肉南そばです。今日も風呂上がりそばを食べたいと思います。ヘルシーですね。お母さんは梅チリそばです。さっぱりですね。はい、どうぞ。七味投入。これ何肉だ。豚から。え、豚。豚。いただきます。いい音ですね。肉でかい肉だね。汁がうまい。何飲んでんですか。ボロコです。え、ボロコブルナミンシートプリセットです。なるほど。美味しい。美味しいですか。よかったです。うまい。欲しかったの、これ。可愛いでしょ。これが私の実家のパジャマ。もくもく雲です。雨が止んだ後の雲の様子です。めっちゃ綺麗。さっきの雨はどこへやら。おはようございます。起きてお風呂入ってメイクして今です。今日はね、これからね、東京へ行って、ご飯を食べて宮崎県へ出かけて行きたいと思います。いちごちゃん。いちごちゃん美味しいで。メロンアイスが冷蔵庫にあったので食べたいと思います。ガールあるだよね。冷蔵庫に必ずアイスが入ってるっていう。なんかさ、最近その実家と東京のなんかこう生活をしてるんだけど、実家来て思うのはさ、車運転できないとマジで何もできない。あの、免許は持ってるんですけど、ペーパーなんですね。免許取ってからすぐ東京行っちゃったので、だから運転ってまだ一回もしたことなくて。そうだからね、もう運転ちょっと練習しないとなって思い始めてるところでございます。私田んぼに落ちちゃわないかなとかさ。ちょっと考えちゃうよね。てかさ、実家ってなんでこんなにお腹すくんだろうね。あー、ダメよあなた。やめてくれ、これ私のご飯だから。大丈夫。昨日さ、銭湯行って体重測ったの。私もうすぐでさ50キロ切るんですよ。やっぱさ、こうスタイルがいい、すっきりして見えるのってだいたい40キロ台じゃん。だからさ、それ目指してるんだけどさ、なんか実家いるとさ、なんか小腹すいたなって思ったらさ、こうやってつまで食べちゃうわけよ。罪だね。おいしい。こぼれる。ここがさ、私の部屋なの。こっちピアノがあったりとかさするわけよ。引き出しとかにさ、こういろいろ入ってるのね、昔の思い出たちが。なんかさっきさ、
引き出しをチラッと開けてみたのね。そしたらさ、大量にさ、手紙やらなんか色紙やらさ、写真やらさ、めちゃくちゃあって、それをちょっとチラッと見ててさ、うわー懐かしいみたいな感じでいたんですよ。なんかそういうのってさ、自分がさ学生時代頑張った証なわけですよ。なんか私ってそれなりに頑張ってたんだなって思いますよね。この言葉に助けられましたとかさ、尊敬してますとかさ、先輩みたいになりたいですとかさ、そういう言葉書いてあると慕われてたんだなって、今の私じゃ考えられないけどね。東京でね、自由人してさ、慕われるわけないよな。誰にも慕われないわ今は。こんな感じでさ、こんな大きくていっぱい、もうね、見事なプレゼントだったりとかさ、ファンレターかよってほどのさ、この段ボールに入った大量のプレゼントたちとかさ、縄跳び入ってるこの大量の色紙とかさ、なんかみんながめちゃくちゃ書いてくる、何人、何十人が書いてくれたんかなみたいな色紙とかさ、随分と愛されてたなってつくづく思いますね。私はそういうのに救われて、こうやってね、ここまで来れたんだと思いますよ。みんなのおかげだ。どっか買い物行けば誰かしらと会ってさ、え、帰ってきたのみたいな、いやちょっと今帰ってきてるんだって、東京でも頑張ってるよみたいな感じでさ、やっぱね、出かけると誰かしらさ歩いてるわけよ、その辺も。みんな本当にね、あの時とは全然違うの、すごいなーとしか言えないね、私はね私もね、いろいろ頑張ってはきたつもりですけれども、何がその人生の正解かはわからないんでね、私もこれからいろんなことを考えて、自分にとって幸せである人生を歩んでいきたいと思ってるからね。今から東京へ行くということでですね、まあ、自分の中でも気持ちがオンにこう切り替わってるわけで、実家だからオフ、ずっとオフというわけにはいかないので、まあどうにかこうにかオンという自分を作れる場所をね、作っていければなと思っております。はい、ということでですね、今回の動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、 SNS のシェアをよろしくお願いします。以上、さくづきりんでした。バイバーイ。来ちゃったんですか、あなたは。ゴロ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 、気のお腹ですね、あなたは。気のお腹して、クーラーの部屋でよかったね、今日は。いつもはクーラーついてない暑いお家でね、みんなのことを待ってるからね。お留守はいつも頑張ってくれてありがとね。おやすみ、バイバイ